はい、大会3曲目は SKE48 さんの未来とはの曲でした。今大会のラスト曲は前向きで爽やかなダンスナンバーですということで、大変心にジーンとくる曲とステージでした。2022-21 ウィンター関東予選2日目、ワイルドカード枠審査対象チーム発表ということで、審査対象チームになられたチーム名はさよならモラトリアムさよならさんとなりました。2月24日の大会も引き続き大いに頑張ってください。さようなら、ゆげやきの葛藤苦悩、私たちの全てを魂を込めて表現します。さようなららしさ全体のステージをお届けします。慶応技術大学さようならモラトリアム。まこちゃんには珍しくを込めていましたけど、どうでしたか2日目？どこで差をつけようっていうのはすごい実行しましたね。なるほど。あれですかね、はい、この私たちさよならは例年3年生は大体夏大会で引退するんですけど、今年はコロナの影響で夏大会が開催されなかったということで、冬大会も1年生から3年生の総勢7名で出場するっていう状況でした。なのでこう先輩方が守ってきてくれた強いさよならっていうのを
下の階に継承していくっていうのをテーマに、セトリを組んだり構成を考えたりっていうのをしていたんですけど、そういう気持ちが、こうステージが終わった後にツイッターとか見てたら結構皆さんにも伝わったんじゃないかなっていうふうに思って、そういう強い気持ちを伝えるっていうことを目標に頑張ってきたので、すごくやりきれた気持ちで、気持ちが上がってきた気持ちです。本当に見てくれた全ての方ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、それでは作品12月中旬に発表予定でございます。なんと優秀作品は賞金20万円の発表をしたいと思います。説明した通り、決勝に出場できないチームの中ただ1チームワイルドカードということで決勝に行っていただきます。しかしこれはですね、東海予選の3位だったチーム、関西、北海道、九州の2位だったチーム、さらに昨日の5位だった白河の、そして本日5位のチームと合わせて、その中から1チームだけがワイルドカードということになります。その候補になるということでございます。インター関東予選2日目、第5位でワイルドカードの候補になったのは慶応義塾大学、さよならモラトリアムです。なのでまだ全然分かりませんね、決勝に行けると思うんで、しっかり練習の方は続けていただきたいと思います。ということでおめでとうございます。関東予選2日目の結果、1位は上智大学 SPH エルビゼン、2位は M 大学ナナム、3位が早稲田大学君はトキシック、4位が和洋女子大学ラホ娘、そしてワイルドカード候補が慶応義塾大学さよならモラトリアムということになりました。決勝進出決まった4チーム、おめでとうございます。そして推し、はい、こちらはユニロルのツイッターからになりますが、ユニロル2020-21ウィンター関東予選2日目のタイムテーブルになります。さよならモラトリアム、さよならさんの出演タイムは7番目19時10分頃を予定されていらっしゃいました。セットリストはこちら3曲になります。出演されます7名の方々になります。ツイッターからになりますが、このように出演されます7名の方々によります意気込み動画を掲載されていらっしゃいました。カウントダウン企画の6期生リサさんになります。6期生リーダーミホさんになります。7期生ミレイさんになります。7期生春夏さんになります。8期生ほのかさんになります。8期生みさきさんになります。8期生ゆいちゃんさんになります。出場されました7人の方々になります。